感謝の毎日新聞です、はい、よろしくお願いいたします、今日で一週被害発生から1週間を迎えました。まず知事から一言お願いします。3名の方が亡くなられてしまったということで、まずはご冥福を心からお祈り申し上げたいと思います。それから24名の方が負傷している、あるいはまた住宅が流された方々も多い、あるいはトラックなども車なども流されている、さらには農業被害が大変大きくなっている、そういった点でですね、本当に大変な災害だったなという思いをしております。そしてまた多い時で1万人の方が避難しておられたわけですけれども、現在でも約2000人が避難しているということで、その方たちのご苦労というものも大変なものがあるのではないかということでですね、我々としてもこれから、まあ、電力は復旧してきましたですけれども、水道の復旧をはじめとして道路もはじめですね、精一杯頑張っていかなければいけないなと思っています。今現状県がですね、きちんと取り組まなければならない課題、優先的に取り組まなければならない課題は何だというふうに考えていますか。まあ、今排水一生懸命やってもらってます。これが今日の雨でどうなっていくのかということを非常に心配しているところであります。それから水道をいかに早くしてやっていくかと、復旧させていくかということもありますし、道路についてもかなりの部分でまだ復旧できていませんので、これも急ぐ必要があるんだろうと思っております。そういったことと合わせて避難されている方々への対策といたしまして、避難所の環境整備をまずはやらなくちゃいけない、それ、まあ、今各避難所に県の職員を貼り付けておりますけれども、避難所の皆さん方のご意見も聞きながらしっかり対応していきたいなと思っております。それから後片付けということは大変大きな課題になってますので、ボランティアの皆さんにご協力いただきながら、それもスムーズに進めていかなければいけないと思っております。それからそういったことと合わせてですね、まだ実は被害の調査というものは必ずしも十分に進んでおりません。例えば家屋床下ということは出てますけれども、全壊とか大規模半壊とか半壊とかいう形の調査が進んでませんので、これにつきまして早速進めていきたいと思っております。今県の職員が今日3名ほど行きまして、これから明日からどういうふうな形でやるかということで、できたら県都市の職員1人ずつ10班ぐらい作って、この家屋の調査をやっていきたいと思っております。それから農産物につきましても必ずしも十分にまだ調査が進んでおりませんので、こういったところについてもきちんと積み上げていきたいなと思っております。そして、家屋の方につきましては、それと合わせてですね、避難所のある方などを中心にして、これからの住まいをどうされるのか、探されている人などもたくさんおられますから、そういった方たちの意向調査、昨日、住宅の提供について、今日ですか、今日住宅の提供については発表させていただいているところでありますけれども、それで足りるのかどうかも含めてですね、これから具体的に当たっていかなければいけないなと思っております。それからもう一つの大きな課題として、災害廃棄物対策があります。これがもう当初から相当大きな課題になっていくんだろうということで、いろいろ場所探しということはやってきたわけですし、県としても避難アクアステーションというところを提供して、地元の一部人組合と広域人組合と合わせて 5.2 ヘクタールほど確保しておりますけれども、まだまだ足りなくなってくるのではないかなと思っております。そして今専門家の方々にですね、軽トラックで持ってきてるとどうしても平積みといいますか、あんまり高くなっていかないというので効率が悪いものですから、そういったことについても機能アクアステーションなどではきっちりと高くまで詰めるようにといったこともやっておるところでございます。そういったことがこれから当面一生懸命取り組んでいかなければいけないことなのかなと思っておりまして、まあ、地元京都市役所の脇に NTT のビルがありますけれども、ここが電気水が通ってきたということで、今日からそこに現地の災害対策本部を作っております。県の職員として51名送っております。それから、石毛の総合体育館の方には県として48名、市町村から44名、合わせて92名、両方合わせて143人県、あるいは他市町村からの応援ということで現在取り組んでいるところであります。これは住宅のことなんですけれども、まだちょっと発表は受けておりませんで、受けてないの、はい、どういう状況かご説明いただければ、まあ、細かいことは県に聞きます。今の段階でですね、
今日某新聞に載っておったんで、テレビでもなんか喋ってたように映ってたんで、そう思ったんですけれども、実はですね、何件あるかということについては、最初、全件見て、大きく出してきたんですけども、それじゃ実現性が少ないだろうということで、周辺に限ってやっております。つくばに公民住宅、国家公民住宅が200戸ぐらいあるので、そういったものを中心にしていきたいと思いますが、今の段階ではまだはっきりした数字にはなりませんが、300戸ぐらいはなんとか確保できるのかなと思っておりますが、今、避難されている方が約2000人、そうすると家族が2点何人かおられると思いますのでですね、ちょっと家屋数についていくつなんだろうかというようなこととか、いろいろこれから調査をしていかなければいけませんし、避難されておっても掃除すれば戻れるというような家の方もおられるので、そういったことも含めて少し検討をして、何個必要なのか、それに合わせて300で足りないようであればまた周りで例えば賃貸住宅というものもありますから、そういうものも借りるとか、さまざまな方法を取っていかなければいけないと思っております。いずれにしても避難所という、なかなかこの環境は厳しい状況の中で、あんまり長いことを過ごされるのは大変でしょうから、我々としてはいいと言いますか、別な環境というものを提供していかなくちゃいけないなと思っています。ちなみにいつ頃から受け入れることができるようにしようというふうに考えていますか。一応ですね、移行調査、前半回の調査とかやったり、あるいはまた避難所での移行調査をやったりしながらですね、やっていきますので、若干時間はかかると思いますが、できるだけ早く募集は始めていきたいと思います。今月から、今月末ぐらいに募集開始できるかどうかということだろうと思います。わかりました。続きましてですね、行方不明者をめぐる情報の共有のあり方についてなんですけれども、先日、局長から発表がありまして、15人が無事確認できたということを県が発表しました。しかし、その発表の時間帯、発表の仕方についてはかなり不具合があったというふうにも受け止めております。まず知事が、報告を受けてから、具体的には14日の夕方だと思うんですけれども、その際になぜその迅速な発表を促さなかったのか、その判断について知事としてはどう考えているのか、このあたりをお聞かせください。僕はちょうど議会からの帰りに、見つかったようですって話聞いただけで、その後どうするかは聞かないで、実は民主党の人たちが要望に来ておられたので、そちらの部屋へ行ってしまいました。ここでは実は当然発表になるのかなと思って、民主党の人たちにはちょっとその数字を言ってしまったんですけれども、その後なかなか私の方に連絡来ないので、多分動いているのでまだ来ないのかなという感じを持っておりました。そして、最終的には次の日の朝、14人見つかりましたという報告を受けたところでありまして、私の方で発表するなとかそういうことを判断したわけではないわけであります。判断したのは局長だというふうに局長自身もおっしゃってますけども、ただ、これだけこう注目を浴びている話ですし、ましてその捜索体制であるとか、その情報を届けるという意味では、やっぱり迅速に伝えるべき情報ではなかったろうかと、それをこう局長だけの判断にしてしまったのは、知事の、がそこで十分判断できる時間はあったんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりいかがですか。聞いた後、多分動いてる、どんどん数値が変わってるのかなという感じで、もちろん当然判断発表されるんじゃないかという感じも持っておりましたですから、特別に発表しろということは申し上げなかったんですけども、例えばLPG のタンクなどについても最初心配してどうしようかって言ってきた時にもちゃんと出すようにということは私は申し上げておりますし、この今回の災害の最初の時期からできるだけ資料というものといいますか、いろんなデータというものはマスコミに提供していくようにということを言っておりました。災害対策本部をどう開くかということよりも、しっかりと形だけでということになってしまってもいけないから、それよりはきちんとした数字をまとめてマスコミに提供するようにということを言ってきているところでありますので、隠そうとかいう意識は全くありません。隠すつもりはなかったんでしょうけども、結果的にその次の日の新聞あるいは夜のニュース、それぞれ誤った情報が流れてしまったという結果になっています。そのだっても今振り返っても、その知事の当時の判断というのは、つまり局長にその発表するかどうかというのを促さずに判断したことは、爆発したというんじゃなくて上がってこなかった、その発表するかどうか上がってこなかったから、発表するかどうかも含めてしっかり見つかりましたという話も上がってきてないし、
見つかったようですよって話が。だからまだその後きちんとした報告が来るのかなと思ってたんだけども、それはあの議会から帰ってくる途中で歩きながらちょっとそうらしいって話聞いただけでありますので。夜のニュースとか次の日の朝刊を見て違和感は感じませんでしたか？まあ、違和感というよりしっかり早く提供しておくべきだったという思いはしております。別の質問ですけれども、あの避難指示のあり方、勧告のあり方についてさまざまな意見が出ております。上総市の市長はあの一部について謝罪をしてますけれども、その点についてまず知事が避難指示のあり方が適切だったのかどうかという点についての考えと、あるいはその県としてですね、上総市との情報共有、あるいは情報の指示について十分な対応ができていたのか、支援ができていたのか、このあたりについてお聞かせください。避難指示とか避難勧告ということについては、やはり現場に一番近い市町村が責任を持ってやる、あるいはまた河川の流量などをしっかり把握している国の方で助言をしていただくということで、ここでは県の方ではさっぱり状況が分かりません。今回もこの水位そのものについては越水はするかもしれんけれども、多分この決壊までするということは予測がつかなかったんじゃないかと思います。しかも水位の方についてもすぐ越水するような状況まで余裕があるのかなという感じであったというような話も聞いておりますのでですね、そういう点で、決壊という、誰もが予想しなかったような形になってしまった、それについて、判断がどうだったかということについては私は控えさせていただきますけれども、ただ途中で、出す予定で抜けてしまったという報道などもされてますので、これはやっぱり、大きなミスだったんだろうと思います。県として、もちろん上総市を極端に進めるというわけではないんですけれども、そのあり方が適切だったのかという検証、あるいはその今後の災害対応に生かすために県として取り組むことはどのようなことがあるというふうに考えていますか？専門家の意見聞いていかないと分かりませんけれども、ああいう形で暫定堤防になっているところというのは、日本中たくさんあります。ですから、そういったところについてですね、どういう対応をすればいいのかということについて、どこが弱いのかということは、現実問題として、ほとんど多分市町村でも県でも判断できにくいと思います。それで、いろいろな形で水位がどうかということを見ながら皆さん判断して避難勧告とか避難指示をしているわけでありますけれども、それをできるだけ最近の豪雨の状況、集中豪雨の状況なども踏まえてですね、早期に出すというような方向でやっていくということが当面の一番の対策なのかなと思っております。今回の対応について県として検証するという考えは？もちろんそれは国交省とかみんなで一緒にやっていく必要があると思います。県だけではとてもやりきれないと思います。各社お願いします。はい、どうぞ。共同通信の柴田と申します。先ほど の行方不明者の件について、それは過去のこと以外に今後の対応についてお伺いしたいんですが、今までは連絡不通者という概念のものを行方不明者として、当初から出続けた混乱が一番の起点だったと思うんですけれども、昨晩、内閣府ですとか警察、それぞれ災害本部のトップの方が集まられる機会があったようでしたので、その場でこの行方不明者というものをどう扱っていくのか、そういうような議論は出たりされたんでしょうか？うちで、はい、集まったというのは、こちらで集まった、はい、そこについては議論はしておりません。これからの救援救助体制というものをどうするかという議論をしておりまして、そのどういう方を行方不明者と扱うかということについては一切出ておりません。ただ我々と私としてはですね、行方不明者についてこの連絡がつかない方を市の方でもどんどん出していってしまった。我々実は本当にと申し上げまして、具体的な指名らしきものをもらったのは9月12日の夜になってからであります。それまで人数だけでありまして、人数について警察なりあるいは市役所からもらったものをそれを元にして発表してきたということでありますが、なかなか15名というものも移動もない、それから
その日ちょうど安倍総理来られたんですけども、安倍総理の方にいろいろご説明する関係もあって市長も来られたと、市長の方にどういうふうにやってるんだということを聞いても必ずしもはっきりしないということもあって、我々として私としてはすぐそこを少しこの力を入れなくちゃいかんなということで、次の日にこちらから職員を派遣してもう少し自由方面についてきっちりした形でやっていけばいいです、いいんじゃないかということを向こうにも助言をしたところで、向こうの最大本部におられる方々にも助言をしたところです。そのきっちりというのは、きちんとした警察の基準なりでの行方不明者にという定義に変えていくということではないですか。例えば極端な例ですと、誰か隣の人が隣の人がいなくなっちゃってたっていうので報告して、そのまま戻って見つけても何もないんですね。それですからその都度本当におられないのかどうかということを確認していく必要があるんじゃないかと。それを個別に確認していけば、今今度みたいにほとんど避難所にいたり、あるいは近くにいたりと、病院に入ったりとか、病院の監督だとか、そういうことは分かるわけですので、避難、この行方不明者という形で発表するときには、もう少し慎重に検討していく必要があるんじゃないかなと思っています。じゃあ、県として今後、行方不明者が仮に出てきた場合には、今までは警察の場合ですと、捜索届が出て、かつ、いろんな精査、付き合わせをして、本当にいないとなった場合に行方不明者と計上するんですが、そういう厳正な意味での行方不明者として今後は、発表していく。そういうふうにしないと不安を与えるだけになってしまうと思います。やや市の方で、そういう情報が入るごとに発表してしまって徹底したいろいろな状況というものを突き詰めないで、発表してしまったのかなという感じで持っております。ありがとうございます。北谷本間ですが、冒頭人的被害に言及ありましたけれども、この数字が今後大きく動くことはないというふうにご覧になっているんでしょうか。今の段階では大きく動くだろうという話は全く聞いておりません。そんなに動かないと思います。重症の方は2人おられますから、この方たちぜひ元気に治っていただきたいんですけれども、全体として24名の方々おられますので、この方たちが傷が重くなるとかいうことはないとは思いますし、またいろいろな形で何か行方不明で出てくるんじゃないかというような話も聞いておりません。昨日1人行方不明者が後から発表になりましたですけれども、これはもうすでに新聞にも出ている方でありまして、ただ行方不明者という形にこの家族の方でもあんまりこの捉えたくないというようなこともあったもんですから、それでこの行方不明者には入れてなかったと。ただ昨日自転車が発見されたということで、これは行方不明になっている可能性が非常に高いんじゃないかということで急遽発表させてもらったところです。1点ですけれども、救助された方かなりの数に上りまして、ヘリが多かったんですけれども、この人数について、どんな評価されるか。これはですね、今回の場合は本当に助けられたなという感じを持っております。ヘリコプターで1343人、それから地上部隊ボートその他で3128人、合わせて5000人近くの方たちが救助されているということで、これについては随分ヘリコプター、日頃防災訓練では見ておりますけどもですね、活用の活用といいますか効果があるんだなという感じを持ちました。もう一点だけお願いします。東日本大震災の教訓がですね、今の時点、総括後からあるでしょうけれども、今の時点で教訓が生かされてたと思うところはありますでしょうか。東日本大震災、我々として見れば県として何をやるかという点で、この常総市の場合には6万3000用の人口で380人しか一般職員もいないということで、職員だけで対応するのは極めて、この困難が伴うかなと思って、我々としてすぐ現地対策を持つと
というものを立ち上げました。11日に先遣隊を送って12日に立ち上げたと思いますけれども、できるだけ早くそういう形でトータルなことを我々として考えていったということと、それから自衛隊の派遣要請とか DMAT にしましてもですね、随分これまでいろんな形で他へも出ておられると思いますけれども、その経験を生かして大変迅速にやってもらえたという感じを持っております。ありがとうございました。NHK さん、どうぞお願いします。ここ数日のですね、動きを見ておりますと、若干ちょっとギアチェンジがあるのかな、要するにその捜索とか人命救助からですね、徐々にその復旧にシフトしているのかなという、ふうに感じるところですけれども、その辺について現状どのようにこう捉えておられるか。若干ですね、まだ完全に潰しきってないところが昨日の段階であったんですけど、今日多分ほとんどしらみつぶしていますか、誰かひょっとしたらこの沈んでるんじゃないかとか、そういうことについては一応捜索という点では完了する形になっていくんだろうと思います。一部水が溜まっているとかありますけれどもですね、それ以外は大体完了してくるのかなと思いますので、今後は今おっしゃられたような形で被災者の支援ということにかなり力点が移ってくるんだろうと思っています。ありがとうございます。はい、どうぞ。すみません、東京新聞宮本ですが、その15人だけ、15人についてですけれども、公表時期が翌日になったということではなくて、市に対する連絡が翌日になった。で、その15人がどこにいたのかなどのその情報を、県警に聞いても教えてくれないと、把握してないと、関係機関との情報共有について反省点はないのか、またどう今回についてどう考えてらっしゃるのか。いや、市役所に私も当然連絡してると思ってましたんで、これは大変大きな反省点であろうと思ってます。それから市役所あるいは県警察向こうの署になりますけれどもですね、そういうところとどういう連携を取るかということについては、どこまで我々の方に情報をしっかりくれるべきなのかどうか、なかなかこの名前などが入った情報というものは市からも警察の方からも県の方に来てませんで、先ほど言ったように12日の夜でありますから、これはやっぱり遅いんじゃないかなと私は思います。そういった点で、これからこの辺についても警察あるいはまた市などとしっかり、この協議をしていく必要があるんだろうと思っています。市の方で発表になるのも、我々全然知らないときに急にポンと変わって発表になると、へそなのっていう感じになってしまっていたわけでありまして、そういう点についてもこれからですね、この連携体制というものを強めていく必要があるんだろうと思います。はい、今も避難所では被災者の方は2000人ほどおられて、不安な生活を送っているという中にあって、皆さんはその県のトップである知事 の力強い、こうやって臨むんだっていうような声を求めているかと思うんですけれども、そういう被災者に対して の知事のメッセージをお願いします。そうですね、本当にご苦労してるんじゃないかなと思います。それで我々としてももう精一杯県としてできることはやっていこうと思っております。安倍総理もこの間来て現地避難所などを見ていただきましたですけれども、そこでも私は総理が来てこれだけ激励してくれてるんだからもう大丈夫だよということを申し上げたんですけれども、明日各省庁も、明日の政治要請どうなるかちょっと難しいんですけどもですね、できるだけ各省の大臣さん方にお会いして支援をお願いしていきたいと思っておりますが、そういった支援を得ながら県と市で精一杯被災者支援に取り組んでいきたいと思います。はい、どうぞ。日刊工業新聞の岡田です。今回被災した、製造業を含め県内の中小企業の対応についてすでに、相談窓口の設置などは開始されていますけれども、改めて知事の、どういうふうに支援をしていくかということをお話を聞かせてください。これもですね、今実態どういう形で
被災しているかがなかなかわからないものですから、それを掴んでそれからお願いする形になると思います。まあ、我々としても、まあ、だいぶ東日本の時とは今回中小企業の皆さんの被災状況が違うのかなという感じもとります。それより今一番気になってますのは農業被害でありまして、これが非常に大きい2000ヘクタールという土地の米、これ共済が実は借り入れる前までは共済の対象になっているんです。そして米についてある程度入ってくれてるんだと思うんですけど、加入率もあるんだと思いますけども、ただ慌てて皆さん雨が降るっていうのでその前の日に借り入れしたんですね。それを家に置いてるんですよ。それが水かぶっちゃった、これが共済の対象にできるのかどうかとかですね、普通の今までの規約だとできないんですけども、それでいいのかどうかとか、いろんなことをこれから勉強していく必要がありますので、中小企業についてもどういう問題が現地で起きているかということをしっかり捉えていきたいと思います。しつこいんですけれども、連絡のあり方なんですが、局長が一人でですね、県警の担当職から受けて、報告をしたのが部長と知事だけだったと。もちろんまあ市役所にも伝えてないですし、県庁内でもその情報を共有できてなかったと。その連絡体制と情報共有のあり方についてはいかがお考えですか。まあ、それは普通は当然やるべきですし、私特にも歩きながら向こうの通りですけど、スッと話しただけで、僕はスッとそのままもう待ってるって言うと向こう行っちゃったもんですからね、そういう点では十分聞く時間を持たなかったのもいけなかったかもしれませんけれども、まあ、当然それ待ってて伝えてくれればよかったわけでありまして、そういうことについては十分彼にも自覚をしてもらって、これからしっかり対応してもらいたいと思います。河川の、まあ、県を含めた河川のあり方なんですけれども、かなり今回その想定を超えた降雨量があって、まあ、大きな鬼怒川以外でも県営の河川もいくつか堤防決壊しています。堤防、まあ、防災水防対策の見直し考え方、このあたりは今どのように整理されていますか。これは河川事業費というのが随分減ってきてるんですね。今日議会の答弁でも答えましたですけども、それでこの間も安倍総理にもコンクリートから人へということでこんな減っちゃってるんだから何とかしないと大変じゃないですかっていうことをある人が申し上げたら、すぐこの方向って言いますか、すぐこの大幅増とかいうわけにいかんけども、そういう実態については十分承知しているというお話がありました。我々としても、なんせ河川の事業費の中で7割は公共事業でありますので、国の方が増やしてくれないとどうにもならないと。これをしっかり国に対して要望していく。それから県単の河川についてはこれまでより少し力を入れていかないといかんかなと思っております。よろしいでしょうか。ありがとうございました。はい、どうも。